フィン物語群、または、フィニアンサイクルとは、それを語った、銀遊詩人オイいンのラオシアニックサイクルとも呼ばれ、神話上の英雄であるフィン・マククイルと、彼の率いる、フィアナ騎士団の功績を主題とする三文と因文の集合である。神話物語群、アルスター物語群、歴史物語群と共に、アイルランド神話の四つのサイクルを構成する。 時系列順に並べると、フィン物語群は3番目であり、アルスター物語群と、歴史物語群の間に来る。このサイクルは、フィアナ騎士団の他の構成員、カイルテ・マクローナーン、ディアル・ミド・ウア・ドゥブネ、オシーンの息子・オスカル、フィンの敵ゴルマクモ・ルナの物語も含む。フィンを、主人公に据えた物語や詩は遅くとも8世紀には、書き始められていたが、これらは、 フィリたちのレパートリーとされることはなく、主に大衆の間で語り継がれていった。およそ11世紀から、この物語軍の時代背景は女王、コルマク・マク・アルトとその息子カルブレ・リフェハルの、知世下である3世紀前後であると位置づけられ始める。12世紀には、ノルマン人のアイルランド侵攻が起きるが、これは、アイルランドの文学史上においても一大事件であった。 フィン物語は、ノルマン人がもたらした新しい文化の産物であると、表現されるほどに、アイルランドの文学は侵略者たちの影響を色濃く、受けた。こうした流れの中で12世紀末に書かれたとされる、作者不明の傑作、コロウたちの語らいにより、フィンは当時クーフーリー以上の人気を博すこととなる。作品群に属する中世の詩、三文文学については、 クノマイヤーによる騒乱と、年代分けがある。有名な書、シャボンとして、リスモール主席司祭の書がある。コルマク・マク・アルト王は、国の守りのため、王国の士族を連合させ、フィアナ騎士団を設立した。騎士団ではクイルヒキール・バスクナ士族、ゴルヒキール・モルナ士族、宝物を管理するリアスル・アフラが県政を振るっていた。ノックの戦いの後、クールは、 モーン氏族に殺され、バスクナ氏族の宝物袋は盗まれた。クオイルの妻、マーナは逃げた先で息子、デムナを産んだ。デムナは、センシリアス、ルワフラとドルイド像のボドマルという、二人の女性によって、育てられた。マーナは、ケリー王と結婚した。デムナは、彼の美しい金髪から、フィンと呼ばれるようになった。フィンは青年に達するや、 ゴールへの復讐を誓った。彼は、リアスルアクラを殺して宝物袋を奪い返し、ノックの戦いを生き残った者たちに、それを与えた。ドルイドソーフィガネスに指示していた時、フィンは、偶然から、知恵の酒を食べ、王から課された三つの難題を、見事解決して白爵に任じられた。助任の後、フィンは、バスクナ氏族の狩猟となった。 サムハインになると、いつも、アイレン・マックミグナ、または、炎の息のアイレンとも呼ばれるゴブリンが、王とタラを脅かした。アイレンは、すべての戦士を無力にすることのできるハープを奏でた。フィンは持ち主へ音楽への耐性を与える魔法の槍を、使ってこのゴブリンを倒した。褒美として、フィンは、ゴールの代わりに、フィアナ騎士団の首領に任命され、 ゴールはフィンに忠誠を誓わなければならなかった。フィンは小鹿を飼っていた。しかし、彼が小鹿を捕らえたとき、彼の2匹の猟犬はフィンが小鹿を殺すのを許さなかった。その夜、小鹿は美しい女性、サドブに変化した。サドブはドルイド像、フェルドイリチの魔法により小鹿に姿を変えさせられていた。この魔法は、フィンの本拠地アレンとデューに入ることで解かれた。 サドブは、フィンの本拠地にいる限り、魔法から守られた。二人は結婚した。しばらくして、フィンは侵略者を撃退するために、本拠地を出たが、サドブは、リューンに止まった。フェル・ドイリーチは、フィンになりすましてサドブを誘惑して、リューンから連れ出し、サドブは、すぐさま小鹿に戻ってしまった。フィンは彼女を探し続けたが、ついに見つけることができなかった。 その代わり、フィンワで、オイシンという少年を見つけた。オイシンは小鹿に育てられたという。オシーンは、銀雄詩人として有名になった。オイシンの誕生からガウラの戦いまでの期間は、非常に複雑である。突然、コルマク王が亡くなり、彼の息子カルブレ・リフェハルは、 フィアナ騎士団が要求する王国の守りの、見返りとしての負担金を払うことを望まず、騎士団を壊滅させることを目論んだ。ケアバーは、不満を抱える首領たちを率いて、軍勢を起こし、フィアナ騎士団の奉仕者たちを殺すことで戦いを仕掛けた。戦いにおいて、ゴルはバスクナ氏族と対立して、王の側についた。いくつかの物語は、 戦いの中で5人の戦士がフィンを殺したという。別の物語は、彼がブレアーサセの戦いでに殺されたという。いずれにせよ、12人の戦士だけが戦いを生き残った。その中には、オイシンとカイルテもいた。時代の流れの中で、アイルランドの人々から一度忘れられた、ケルトの文化は、しかし18世紀の後半から再発見され、流行するということを繰り返す。 フィンは、スコットランドの詩人ジェームズ・マクファーソンの手によって、スコットランド王、フィンガルとして再び人々の前に姿を現す。自作の詩を、自らが発見した3.4世紀の古文献の翻訳であると偽って発表した、マクファーソンの姿勢は強く批判されたが、その作品は、ヨーロッパ全土で印刷され大きな影響を与える。 マクファーソンの作品に深く感銘を受けた、ヨハン・モット・フリート・ヘルダーは、オーシアンに関する往復書簡からの抜粋と諸民族の、古歌を表し、また、ヘルダーと信仰があり彼から、マクファーソンの作品を勧められたゲーテは、若きウェルテルの悩みの物語の終盤で、主人公ウェルテルにこの詩を翻訳させ、ロッテの前で朗読させている。アイレンに立ち向かうフィン。ここでは、 アイレンは巨人と解釈されている。近代においても、ウィリアム・カールトンのノック・メニューの伝説、スタンディッシュ・オグレディのフィンとその仲間たち、バイオレット、ラッセルのヒーローズ・オブ・ザ・ドーン、ジェームズ・スティーブンズのアイルランド妖精物語、エリア、ヤングのザ・タングル、コーテッド・ホース、ジェームズ・ジョイスのフィネガンズ・ウェイク、ブライアン・オノーランのス・イム・トヴーズ・にて等で、 フィンとフィアナ騎士団はたびたび題材とされた。ありがとうございます。